世界がまだ見るボールパークを作ろう。これまでにない観戦体験。一言で言うと、拡張性と自由度みたいなところら辺は結構大きなテーマかな。このスタジアムだからこそ何ができるのか。どうしてもその我々その映像とかを中心に考えた場合って16対9っていうものがやっぱり基本的な考え方になってきて、スタジアムって、ここの大型ビジョンもそうですし、サイネージも横もあれば縦もあるし、お客さんのスマホだったらいろんな形のものが今もう見えるような状況の中で、単に16対9じゃなくてどういう形で見せるのかっていう部分はいろいろ考えなきゃいけないなっていうものはテーマとして思っていました。そういう意味で言うと、ケイロスのその自由度みたいな部分ですね、空間の中でいろいろと物事を考えられるっていうものは非常に魅力的に感じましたね。スタジアムまずソリューションとして個人的にはすごいマッチングするシステムなんじゃないのかな、すごく可能性があるなっていうふうには思いますね。正直ケイロスが最初出てきた時非常にその可能性を感じたというのが一番です。だから生まれたばかりのそのケイロスっていう卵の状態を見た時に絶対これはいけると思ったので、一つの空間の中で設置されるビジョンの数というのが多くなってきていることもあって、それを全て一つのオペレーションで連携させるということが非常に求められている。エスコンフィールドは横幅が86メーターという大型ビジョンになるので、本当に未知の大きさ、非常に大きいものなんですけど、それを場所を区切って表示をするわけではなくて、一面を全て使った広大なキャンバスを一つとして演出しましょうと。周遊性をすごく高めているスタジアムなんですね。これ3層構造になってて、コンコースをぐる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 回っていただく、席で見てもらうっていうのも当然一つの楽しみなんですけど、いろんなところを回ってこのスタジアムっていうものを楽しんでもらいたいなと思ってますので、野球を見るだけじゃない多種多様な方たちにですね、楽しんでもらえるような、一括で制御をしてコントロールしていくっていう考え方ですね、そこら辺が連携していくっていう部分です。当然映像、音、光で、サイネージみたいな部分で、ケイロスもそうですし、今回導入いただいた SCMS ですね、ここをハブにしながら情報を出していけるっていうことが実現できているので、その辺は本当に今回パナソニックさんと応じさせていただいている大きな一つの部分かなと思っています。映像の演出で一番花のあるシーンっていうのが、ホームランだったりしますけど、今回照明と映像、音っていうのを全て連動してワンオペレーションでそれを連携していると。今回サイネージがボールパーク内に大量にあるんですけど、それらも全てホームランの情報とかも連動して一斉に表示するんですけど、それも全てワンオペレーションでやっているということになります。見てる方にとってはもうその瞬間瞬間が全てなので、もう一生の思い出になるようなものにしなければいけないと思っています。単純に野球を見に来たではない、もっと良き思い出になるような一日にしないといけないので、そのためには演出もどんどん変えていかないといけないですし、一番良かったなと思うのは、ずっと今一緒にこれを構築していただいている、メンバーの方たちがですね、親身になって我々と一緒になってここを新しいものを作ろうとしてやっていっていただいているということが一番大きいかなと思っています。そういう意味で本当に今回ご一緒させていただいて良かったなと思っています。